やっぱり私物が欲しいね。何が欲しいの？別にこの部屋じゃなくてもいいよ。ちょっと見てくる。あ、ちょっと一瞬見てきても いいですかね。ちょっと全然大丈夫ですよ。ちょっと一瞬見てこようかな。ちょっと一瞬見てなんか怖いよ、それはそれで出て行ったこの防音室から。でもあれだからな、いやあのさ、みんなさ、ノエルのことを何だと思ってんの？ノエルがさ、パンツとか持ってくるわけないだろ。変態じゃねえんだよ、ノエルは。いや、みんなさ、ノエルのことを何だと思ってるんだよ。帰ってきた。それでやっぱり防音室の外から声貫通ドア閉めてないからだよ、ドア閉めて。帰ってきました。団長ね、いろいろ見てきた。何？なんか洗面台に行ったりとかも行ったけど、いやでもね、スバル先輩がやっぱよく使ってるものって言ったら、よく使ってるもの、こうやっぱここら辺さ、いろいろね、メモだったりあったりするじゃないですか。あるあるある。ペンをね、ペンね、いただきたいなと思って。あ、全然いいよ。どれ一番使ってるんですか？いっぱいありますけど。え、その一番安いペン、これ？うん、このこれ、それこれ、あ、これ。ねえ、なんかもっともっといいのもらってけよ、逆に。いや、これがこれがいい。この3色、この3色。あ、でも多分スバル先輩はこれ緑をよく使ってるのかな、インクの減りが。いや、ほんまにさ、ちょっと待って、キシー。いや、でもペンはまだ可愛くないですか？きっとコメント欄でもとんでもないものをね。いや、コメント欄はみんな変態みたいなこと言っててバカ野郎、バカ野郎。じゃあ、団長やっぱね、同じ配信者なんで、このペンをね、スバル先輩、憧れの先輩のペンを使って頑張っていこうかなっていう。まあでもね、全然ね、なんかちょっと逆に一番それでいいんだっていうのになっちゃって。それ待って、これ4色だ。そうだよ。すげえ。しかもなんて言ったら、それトアからも、トアの家からあの、気がついたら仮パクしてたやつ。で、なんか巡り巡って。そうだね。じゃあ2人のパワーをいただきやす。はい、はい、OK です。